今のは一体。これが魔法。すごく楽しいよ。魔法。うん、魔法。私の指にまだ少しだけ魔法が残ってたから使えた。でも本当の魔女になればもっともっと自由自在に何でもできる。もう私はこの楽しさを覚えてしまったの。もう人間には戻りたくない。使用人なんて退屈なの。耐えられない。だから魔女になるよ。魔女になるって。待って。もう決めたの、シャノン。今日まで楽しかった。この部屋をあげるね。あなた一人で使って。じゃあね、さようなら。待って。使用人ごっこはもうやめる。世界を変更。うん、了解したぞ。それではいかようにしたものか。シャノンのような素敵な使用人も悪くはない。でも魔女の楽しさを知ってしまったらもうそれは退屈な憧れ。もう戻れない。シャノンはどうするのか。シャノンはシャノンで、これからも尊敬される使用人でいてくれればいい。彼女は彼女のままで。ただこれからは私と二人ではなく彼女だけになるけれど。別れは唐突にであるね。まあよい、気まぐれな方が。人生は退屈せぬというものよ。さればどうする。魔女がやりたい。ベアトがやりたい。しかしわらわがすでにベアトリーチェであるぞ。あなたが魔女で私の友人という設定はそのままで、ベアとは私ということに世界を変更する。つまりわらわはベアトリーチェの友人の魔女ということになるのか。そんな感じだから、あなたは今からベアトリーチェじゃない魔女。わかった。ではわらわの新しい名前は何とする。ふさわしい名前が思いつくまで保留にする。しばらくは名なしでごめんね。よいよい、せっかくの名前だ。熟考してもらわねば困るというもの。あなたはベアトリーチェが幼くまだ魔法が使えない頃からの友人。私のものを隠したりしてからかっていたことが縁の始まり。なるほど。それがやがて魔法に目覚めたベアトリーチェの対等な友人となるわけか。ではわらわは少しお姉さん的な立場の友人であるな。うん、そんな感じ。喋り方どうしようかな。ベアトリーチェの一人称はわらわで、すっかり馴染んでしまったな。そなたに譲るか。うん、わらわという言葉遣いは私が引き継ぐ。うん、わかったぞ。ではわらわも。いやいや、これからはわらわではないな。私もベアトリーチェの姉的立場である魔女の友人にふさわしい喋り方を探しておくことにする。うん、いや、うん。なかなかの貫禄。私の、いや、わらわの容姿はどうしたものか。そうだな、私は真っ赤な魔女という感じであるからな。赤以外の雰囲気でまとめてみてはどうか。やはり亡霊といえば白がイメージか。白いドレスの魔女、イメージをまとめてみる。
このような姿ではどうか。これが新しいベアトリーチェの姿なの？これは美しい高貴な姫君みたいだね。ふむ、気に入った。悪くないぞこの姿。いいじゃない、素敵よベアト。ふむ、気に入った、実に気に入ったぞこの姿。その調子で今度は私に素敵な名前をつけてくれると嬉しいわね。いつまでも名無しじゃふてくされちゃうわ。安心せよ、必ず立派な名前を考えてやろうぞ。それよりまず考えたいことがある。それはわらわの使う魔法のイメージである。物を隠したり別の場所に瞬間移動させる魔法はそなたのイメージだ。だからわらわもわらわにふさわしい魔法のイメージを考えねばな。魔法を使うとき黄金の蝶が飛び交う、そこは譲れぬぞ。素敵ね、それこそまさに黄金の魔女。じゃあ雲の糸が苦手で社に収められてる霊鏡が苦手でという弱点もあなたに？万能の魔女にも何かささやかな弱点があった方が面白いというもの。ではこうしよう、雲の糸に触れたら火傷をするということとする。では霊力のある鏡は無論のこと、鏡自体も苦手ということにしよう。鏡って魔力があるってよく言うものね。いいんじゃない、いかにも魔女っぽい感じ。鏡を見ると魔力が吸い取られる感じがするので苦手ということにしよう。うむ、面白そうだ。一度に何もかも決めなくていいわ。世界をゆっくりと作り上げていくのだってとても楽しいのだから。うむ、分かっている。ゆっくりと魔女の生活を楽しみながらわらわの世界を膨らませてゆこうぞ。あの狭くて暗い部屋はもうあんたの寝床じゃないわね。うむ、わらわこそは黄金の魔女、独剣島の夜の支配者なれば夜の屋敷はわらわのもの。わらわの住まうべきは屋敷ではないか。ベアトリーチェの部屋？決まってるじゃないか。ええ、そうね、お屋敷の2階のあの素敵な部屋。魔女の貴賓室こそベアトリーチェの部屋じゃないか。おお、そうであったな。今宵よりわらわが住まうは夜の屋敷のあの部屋ではないか。これはうっかりしていた。じゃあ行きましょう。ベアと魔女が二人お茶をするなら、あんな狭い部屋じゃなくてふさわしい素敵な部屋でするべきだわ。そうであるな。友人を招いて茶を振る舞うにはあの部屋は粗末が過ぎる。部屋を変えよう、有効ではないか。我が友よ、シャノンとはお別れね。
さらばだシャノ、人間としてそなたを目標に、そなたと友情を育みながらの日々も楽しいものであったぞ。もしわらわが魔法の閲楽を知ることなく魔女に開眼することがなかったなら、それはこれからも変わらなかったであろうな。私、疲れてるのかな。ねえよ、きっと疲れてるからおかしなことを考えちゃうのね。おやすみなさい、シャノ。布団に包まれて静かに目を閉じれば、もう何も難しいことは考えなくていいんだよ。私はシャノン、一人ぼっちの使用人。時々失敗もしちゃうけど、誰からも愛される優しい使用人になりたい。おやすみ、私。ああ、
我こそは我にして我らなり。もう使用人ごっこは飽きた。人間ごっこは飽きた。これより我は、今宵より我は、ベアトリーチェ、千年を経た黄金の魔女ベアトリーチェであるぞ。たたえよ使用人ども、怯えよ夜回りに選ばれたることを。夜の島は、屋敷は、すべてわらわのもの、わらわの時間。ああ、我こそは我にして我らなり。さあ、我らの世界にて、すべてを飲み込もう。それはまるで、波涛のように。やれやれ、今夜も人間の書物を魚に、神秘の月を飲み干そう。これがミステリー。これが密室。これが、人間には不可能な犯罪とな。笑わせる。その程度の隙だらけの穴だらけが、人間には不可能な犯罪とな。わらわを簡単させる素晴らしき密室魔法はないのか。やれやれ、これもこれもそれもあれもバカらしい。薬とは笑えるが、これでは月と書物にどちらが魚かわからぬというもの。ミステリーに飽きれば、蝶に姿を変えて、島を、屋敷を、広大な森を、自由気ままに散歩しようではないか。臆病なる夜回りの使用人の後をつけて回り、窓の戸締まりを確かめるとき、そのガラスに姿を映して、肩越しに笑ってくれようぞ。何をするも自由自在、気ままで気まぐれ。夜のいたずらは、なかなかに楽しそうだ。よし、決めたぞ。今宵からはそれで遊ぼうぞ。それは愉快。今宵も愉快だ。魔女の世界は、想像力の限りの全てを遊べる。わらわの想像力こそが、我が魔力の源なのだ。ならばよかろう、面白い。それを無限大に広げようぞ。そしてそれで島をすべて飲み込んでやろうぞ。島の夜はすべてわらわのものなり。ああ、魔女の日々のなんと優雅で愉快なることか。ああ、我こそは我にして我らなり。愉快なる魔女の世界に乾杯。